ここは川端鴨川丸太町メトロ全部近いで、ここがパドマ。パドマ、いやもう足しっぱなしです今日。でもまだまだ足した、まだまだ、もっと足してんす。ここはもうもっと足してんすよ。オーダーしてるから。ああ、もう最高の達食料理をもう頼んでるからね。ここ円丹先生がそうパドマで、そう、行ってみよう。じゃあ足していきましょう。おいし、レッツゴー。危ない。うむ、いや来ましたね。いいですね。おしゃれですね、とてもね。エンタン先生もあの壁画やってるんですよ、あそこ。あ、絵も描くんですね。そうです。うん、多彩ですね。足してますか。すべてに達色であり足してますね。うん、今日スペシャルゲスト呼んでるんですよ。いやなんかさっきから席が一つ会えるなと思って。はい、宇宙から来てくれた美食家、うん、マーリン出てこいや。どうもあ、よろしくお願いします。マーリン、よろしくお願いします。マーリンさん、すごいこの並び。食べてますか。いや、まあ達してはいますよ。今日はだいぶ達しましたね。まあ達してますね。マーリンがいないところで達しましたね、今日だいぶ。3回ほど。3回達して、はい、あ、でもこれじゃ閉まらないでしょってことで呼ばしてもらいました。うん、嬉しい。マーリンさんです。めっちゃ嬉しい。ほんまに食べるの大好き。達しそうですね、これ。どうやらね、これは達しますね。あ、3人で達したいですね、ぜひ。うん、今3店舗達してきて、この4店舗目、うん、達するんですかね。また達したいですね。そうですね。まだまだ達したい、すぐ達するかも。達したい。達したいですね、本当ね。たーみたいな、すぐ達するかも。キュウリでも達する時ありますからね。ありますね。今日だから達してきて、一度達してきて、うん、そう、みんな達してるんだ、これ、うん、達してるね。いや、達したいなと思って。それをね、達したいなと思って、はいはいはい。今日は何を食べさせてくれるんですか、円丹先生。今日はですね、はい、もう日頃お世話になっているこちらのお店の、はい、もう別メニュー、裏メニュー、裏メニュー、コーンポタージュ、はい、乾麺。あー、楽しみですよ。食べたことない。ないな。ないない、聞いたこともないし。おお、へえ。え、これあったかいんですか、冷たいんですか。これは冷たいでしょうね、これ、はい、夏やな。夏、これは冷たいですわ。え、じゃあ私も触ろうかな。うん、ぜひ。あ、結構ほんまに冷えてる。冷えてる。うん、夏出てきたら嬉しい。どうせなら3人で行きますか。行きましょうか。あ、そういう感じ。うん、はい、じゃあもう僕らダイレクト。いただきます。いただきます。ピーちゃん、いただきます。あら、ちょっとなんか緊張するな。え、麺は、これ麺が手打ちですね。これ手打ち、手打ち。手打ちなの。手打ちでしょ、うん、これ。うんうん。乾麺じゃなかったですね。ちょっとお腹減ってるか止まらなくなって。どうぞ。大丈夫。こんな話をしてますか。どんな話ですか。私は食いしん坊ではない。食べ物の冒険家だ。バイ、アーマポンペック。いいですね。死ぬまで冒険家でいたいですね。あ、ありがとうございます。いただきます。あ、もう、うん、
懐かしい味するな、うん、ね、これの風呂に入りたいなんかスッキリしそうですね。結構あったまりそう逆に、うん、長く使うとね、うん、炭酸水的なね、使いながら飲みたい、うん、型に乗ってるギュッと使いながら、うん、したい。で時々麺がプッて入るみたいなね、このコーンとかもコッて入ったりとかしてこう調子でせき込むみたいなやつですね、うん、いいですね。皆さん行きますよ、せーの、脱色。